来てください。誰だよ、さっきから。あ？戸の隙間から覗いたり引っ込んだり。夜間なら戸を開けて入ってきな。うん？戸を開けて入ってくんだよ。立て付けが悪いのかな。両手でグッと力入れてみな。グッと両手だよ。両手ってのは戸の方を両手で持ってたらそっちもだって開かないんだよ。なんだ、長さんかい。え？お前さんかい。うん、立て付けが悪いんだよ。うん、もっと力いっぱいやってみな。うん、だからさっきも言っただろ、両手で持つんだよ。だからそっちじゃないんだよ、両手って。そっ、うん、まあいいよ、足で持ってグッと上げちまえ。足だよ、頭じゃない。じれてえな、おめえ。グッと上げる。いいから力入れて上げてみろってんだ、おめえ。開いた。あ、いやいやいや、後で立てかけとけ、後で直すから。うん、どうした、うん、なんか用事でもあったか。そこにいたか。いるよ、お前。お前さっきから覗いてたじゃねえか。いるよ。まあいいよ、つったってねえで上がってこう座れよ。うん、いいんだよ、もういいから座れよ。うんうん、分かった、座れ座れ座れ。こんにちは。今さら挨拶するのか。まあいいや。それでどうしたい。うん、なんか話でもあるか。いや、話なんぞねえよ。うん、まあいいよ。うん、俺もな、ちょうどな、仕事が半畜になっちまってな、今さっき帰ってたとこなんだよ。うん、遊びに来てくれたんだろ。うん、ちょうどいいや。うん、久しぶりだな、長さん。俺、ゆうべよ、夜中に目が覚めてよ、なんで目が覚めたのかなと思ったらよ、しょんべんがしたかったみてえなんだな。うん、でな、川屋へ行ってな、用を足して雨戸を開けて空を見たらよ、真っ赤でよ、びっくりしちまった。お、お前、赤かった、火事か。いや、まるで足元から鳥が飛び立つようだよ。うめえもんぐらいゆっくり食わせなよ。身にも皮にもなりゃしねえ。わかったわかった、分かった。いいから食ってみな。うん、食ってみろ。うん、うめえだろな。うめえだろ。まだ食べちゃいない。
うめえ菓子だな。お前いい加減にしろよ。うん、半分ぐらいの餅菓子食うのにそんなに長い時間かけて食いやがって。うん、いいか近くしてみろお前。いいか、こういうものやな。って食っちまうんだよ。うん、タンキッさん、お前さんそんな食い方をして喉に悪かねえか。茶でも入れてやろうか。大丈夫だよ、みんなやわな喉してねえんだよ。それになお茶なんだおめえに入れてもらったらお前朝まで経っても飲めやしねえよ。いい感じだってんだよ。さんは気が短いから私のやってることだと見てられねえってやつだ。おかしいもんだね。性分ってやつだ。それでいて ガキの頃からの友達で喧嘩したことねえってんだからな。おかしなもんだ。それでいてどこか気が合うんだね。あいやしねえよお前となんざ。え、お前そんなことやったら照明タバコに火つかねえぞ。いいか見てろ、よかったんだ。俺はな、タバコってのはな、自分火の方を自分からお迎えに行くんだ。迎え火ってのはいいか見てろ、こうやってな。ほら、おったか。ちょっといいか、もう一回行った店やってみせるからな。よく見てろ、こうやってな、お前。こうだ。それぐらいのことは俺にもできるよ。ついた。何やってんだよお前、ほんと島に一歩だぞ。お前江戸っ子だろお前。そんなクッとクッとタバコってな、一泊ってくれたからな、一泊吸ったら一泊叩いちまうんだよ。一回見てるお前、一回見てるお前、こうやって言ってな、こうだ。うん、待ってけ、お前江戸っ子だろお前。もう一回見てるお前、こうやって言ってな。
吉さんは気が短いから、いや人に物を教わるってのは嫌いな性分かね。何？人に物を教わる？綺麗だね。で綺麗だよ。俺が教えてもか？いや、おめえは別だよ。友達じゃねえか。その代わりお前が俺に教えたら、俺もおめえに言いたいことは言うよ。おたけっこ同士じゃねえか。それが友達ってもんだよ。なんだ？俺に言いたいことがあるのか？言ってみろ。いや、気にすることねえ。気づいたことは言ってみな。言ってみろよ。怒らねえか？怒らねえって言ってんじゃねえかよ。なんだよ、お前気になんじゃねえかよ。なんか言ってみろよ。言ってみろよ。言えねえってのか？なんだか怒りそう。怒らねえって言ってんじゃねえかよ、おめえよ。どんちねっ怒らねえからよ。故障だから教えてみろ。じゃあ教えるよ。さっき短筆さんがタバコを吸ってよ、2服目のタバコを威勢よくポーンと叩いた時によ、そのタバコ盆に減らねえで、おめえの左のたもとに都合よく減っちまったんだ。あれあれあれ、あんなとこに減っちまったけど、いいのかなと思ってよく見てたら、なんだか煙が出てきてよ。今また見るとよ、なんだか燃え出してるようだが、ことによると消した方がよかねえか。何？さっきから変な匂いしてるなと思ったんだめ。穴が開いちまったよお前。見てみろ、穴が開いちまったじゃねえか。こういうことはな、お前ことによらねえとも教えるんだよ。バカ野郎。ほら怒ったじゃねえか。やっぱり押せねえ方がよかった。長短でございました。まあ若い人たちがね、こうね、集まる会というのもなかなかいい会がございますけれどもね、まあ若い人というのはいろいろとわからないことがあります。学校なんかでもね、若い人というのはね、初めて学校の先生になったなんて人はね、わからないこといっぱいありますからね。例えばね、電話かける時なんかそうですよ。やっぱりこう夜なんか電話かけますでしょ、子供のうちにね。そういう時言っとくんですよ。ちゃんとね、夜かける時はね、そういう子供がいると小さい子供もいるからね、夜かけるってのはあんまりいいことじゃないんだよ。だから必ずね、夜分すみませんってちゃんと言うんだよってこう教えますね。そうすると若い先生なんかもう一生懸命ですからね、もうねかけるんですけども緊張してますからね、かけるったってね、もしもし親分すいません丁寧にしようとも おつけちゃうんですね。親分すいませんってこう電話するんで、終わった後にね、もうこっちもからかうつもりで先生どこの組かけてんの、3年2組ですよ、そんなこと聞いてないの。そういう人がいたりなんかしますよ。若い人ね、落語の方に出てまいりますのはこの、若旦那というのが出てまいりましてね、こういうのはね大概ろくなもんじゃありませんな。道楽の上に道楽を重ねまして親元を感動されるというね、感動というシステムが昔ありましたんでね、お前なんざ親でもない子でもないなんて感動されちゃう。そうするとね、これはもう感動されたら、ね、すいませんでした、お父っつぁんどうも、今度は気持ちを改めて、仕事の方に精を出しますなんて言う若旦那は一人もおりませんでね、それだったらいいや、ちょっとね、どっか厄介になろうなんてんで、出入りの職人のうちの2階に厄介になっているという
これを締めて10回の身の上と申しましてですね、2回200回にやってるので10回の身の上というね、大丈夫ですか、ついてこれてますか、ね、まあ10回の身の上とね、ハリウッドで映画にしたりなんかするというそういうようなね、ことになるわけでございますけれどもね、しょうがないね、若旦那はね、いつまで寝てんだかわからないけどさ、起きてきてくんないかな、もうちょっとこれで叩いてやろうね、このほうきでもってね、若旦那、若旦那、もうちょっと左、ずうずうしいなこの人は。若旦那、寝てんですか、いや寝ちゃいないよ、起きてんですか、起きてもいないよ、じゃあどっちなんですか、枕抱えて横に立ってます、なんだわけわからないこの人は。あのね、すいません、ちょいと話があるんでね、降りてきていただけませんか、私話ないんだよ、うん、お休み、ちょ、寝ちゃいけませんの、困ったな、どうもね、はい、若旦那、ああもう何時だと思ってんですから、おやお前何、今まで寝てたの、いや寝ちゃいますよ、私はもう一回り仕事してきましたよ、あれ起きてた人間が寝てた人間に時を聞くとはこれ以下に何を言ってんの、理屈は言っちゃいけませんよ、あのねちょいと今日は話があるんですよ、あのうちのね、いや私が言うんじゃないですよ、私はね、あの若旦那いつか何時についてくれていただいてもいいんですけどね、あのうちのね、ほらこれが言うんですよ、えうちのこれが言うんですよ、お前んところの、ああこれこれ、そんなにやってませんそんなにひどくないです、あのね言うんですよ、それで若旦那ね、何もしないでゴロゴロうちの2階にいるのはね、これ体によくないと、どっかに勤めたらいいんじゃないか、奉公したらいいんじゃないかってこう言うんですがね、いいこと言うね、お前の神さんもたまにはいいこと言うじゃないか、いや奉公したいよ、働きたいというね勤労意欲に燃えてたとこなんだよ、そう、ああそう、働く働くよ、でな、じゃあ何、そこの奉公先というのはちゃんとおまんまを食べさせてくれるんだろうね、そういうこと言うとね、うちがおまんま食べさせてなかったみたいじゃないですか、そんなこと言ったら食べさせたみたいじゃないか、食べさせてるでしょ、お前はね一緒に食べてないから知らないんだ、うちのね食事の実態というものを、いや食べてないよ、いやいやそれはね、私起きてくよ、起きてくとね、おかみさん、お前のおかみさんがさ、ねえ、若旦那、ご飯ひょっとしてお召し上がりになりますか、ひょっとしてのいただかせていただきます、ああそうですか、まあ、しかちゃんと用意もしてくれるよ、ね、お室を持ってくるって言うとさ、蓋を開ける、そうするとね片腹にこの丼鉢に水が入って、そこにねしゃもじがね、なみなみとこの水の張ったるところにこうしゃもじが浮いてんだね、それでたっぷり水をつけるとね、何をするのかなと思ったらね、ご飯のね上を表面をこうベタ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 思いっきり叩く、俺最初何やってるか分かんなかったよ、何やそのうち分かったよね、ベタベタっと叩いたかと思ったらね、そのもうカチカチになったそのおまんまのね上をねシュッとこうねそぐの、いい声形ね、チョレイかなんかいうの声形ね、こうやってそぐ、それで茶碗のところでキュッとこくの、そぎ飯のこき飯、これ一見すると入ってるように見えるんだよ、中ガランド、こんなものねお茶漬けにしようと思ってお茶かけてごらん、ストーンと落っこっちゃうんだよ、もう地下鉄麹飯黒部の太陽落盤飯ですよね、こんなものお茶漬けサクサクと普通言うけどお茶漬けさで終わりね、これでは体持たないからってんでね、ねすいませんってんでこう茶碗を出すとね、あれ若旦那茶碗をお出しになりましたけど、お茶ですか水ですかお湯ですか、それともおかわりなんですかとこう来るね、だからすいませんおかわりを頂戴したいんですけどというと、お前の神さんの言うことはすごいね、あら若旦那胃がお丈夫ですこと、こういうこと言うんだよね、だからまあそれでもさ食べないとやっていけないからいただくだろね、そうするとまたさ、そぎ飯のこき飯だよ、お茶漬けさで終わりね、居候3杯目にはそっと出しなんてこと言うから、おそろおそろさこう茶碗を出すってと、あら若旦那また茶碗をお出しになりまして、水ですかお茶ですかお湯ですか黒文字ですか、それともおしまいなんですか、片付けましょうかと、お前これだけのセリフの中におまんまという言葉が一言も入っていないの、泣くことはないじゃないですか、大丈夫ですよ、ちゃんと奉公先ってのはね、おまんま食べさせてもらえるようになってます、それで、奉公先なんですけどね、お風呂屋さんお湯屋さんと
紙くず屋と2つあるんですけど、あなたはどちらがよろしいですか。どちらがよろしいですかって決まってんじゃないか。え、うわー、お家さんがいいに決まってんの。私は紙くず屋の方を勧めたり、お前のねやる方の事情はどうでもいいからさ。え、いや、それはお家さんがいいに決まってる。お家さんにしてくれ。あ、そうですか。はい、わかりました。あの竹の湯というねお家さんでございます。中央三丁目というところにございますね。竹の湯というお家さんで、これちょうどところ何書いてあります。これ見ていけばわかるようになっておりますから。それはいいんだよ、それはいい、それはいいんだけどさ、そのお家さんってのは女湯ある？ありますよ、当たり前じゃない。ああ、よかった。で、それだったら行ってくるよ。じゃあ、行ってくるからね。ああね、ありがたいね。若旦那、奉公する身は持たぬものなんてことを言うけどね、まさかこの奉公するとは思わなかったねなぁね。チチンチャラチャラスチャチャラスチャチャン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 ソーエーエー常りゃ紫食いつきゃ紅よ色で仕上げた私の体、えんやらえんやらやえんやらやれこのせいさのせい、あれはさのせい、えんやらやと、こんにちは。ちょいとあなた、そっち女湯ですよ。ダメですよ、そっちから入っちゃ。私ね、今日お客で来たんじゃないんだよ。お客で来たんじゃなくたってダメです。こっち待ってよ、こっちへ待って。はいはい、こっち待って。なんですか。私こういうもんなんだ。そうそう。ねはいはいはい、はい、お返事がいるようでしたらね、お返事すぐにいたしますがね。はい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 、ああはあはあはあ、あなたがね、あなたが何ですか。親方のところに厄介になっている名題の道楽者というのはあなたのことですか。そうですか。名題の道楽者なんてそんなことありませんよ。私そんなじゃないですから。そうですか。そうそうですよ。私はね、まあちょいとお酒がね、2、3本あって、そこに魚がね5、6品ありまして、そこへ、3、4人の女の子にはべらしてですね、若旦那そんなとこ触っちゃ嫌なんてね、そういうことが好きなだけなんですよ。学校の先生のやる芸じゃないですよ、それね。今大変な人が来たね、本当に困ったな、どうね。じゃあ分かりました、分かりました。あなた奉公していただくってことになりますがね、じゃあまずは外回りをやっていただきます。あ、外回りありがたいね。なんでしょう、こうね、三つ揃いかなんかピリッとピシッと来てね、それでこのアタッシュケースかなんか持ってね、この日本の戦闘文化の素晴らしさを、国内外にこの広めて歩くというような、そんな仕事あるわけないでしょ。違いますよ。外回りっていうのはね、そこに表に第八車があるんでしょ、ここに顔が乗ってますからね、町内をぐるっと一回りして、普請場とか、それから材木置き場とか、そういうとこ行ってコッパだとかね、カンナクズだとか、そういうの集めてくる、そういう仕事ですよ。そんな仕事ね、こう汚いなりをしてね、それでこう、こう汚いものを集めて歩くというね、そういう仕事はあんまりジャニーズはやらないよ。TOKIO 以外は余計なことです。なことは余計なことですよ。じゃああなた何をしに来たんで。いや、私はもちろん座ろうと、そこのバンダイして座ろうと思って、バンダイと、バンダイバンダイってね、簡単に言います。これ難しいんです、こういうものはね。お客さんに目配り気配りをしなくちゃいけないし、お足だって間違えちゃいけないしね、難しい仕事なんですから。はい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 、何、え、はいはい、え、お昼ご飯。ああ、そう、言われちゃったね。ちょっと代わりの人がいないから。あなたはどうです、ちょっと今ね、私お昼で向こう行かなくちゃいけないんで、その間だけこう座っていただけますか。え、座らせていただけるんですか。え、バンダイに、ありがとうございます、座りますよ。ちょちょちょ、私が降りてから。順番ですから、もうダメですよ、二人は座れないんですから。はいはいはい、じゃあ私じゃあ向こう行ってね、ご飯食べてきますから、そしたら変わりますからね、お願いします。はい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 、ごゆっくり、いいですよ、もう一生来なくたって。バンダイに座っちゃったよ。で、これね、男の夢だね、男のロマンだよ。バンダイついに座ったね。さて、女湯はと、誰もいない。誰も入ってないじゃないか。なんだいしょ、男湯はいっぱい入ってんね、昼間から。なんだよ、1ケツ2ケツ3ケツ4ケツ5ケツ6ケツ7ケツ8ケツ9ケツ9ケツ血でも吸われそうだね、本当に。なんだか、一番端っこのやつなんか汚ねえケツしてんね、不潔ってんだね、ああいうのね。
隣のやつだのケツが毛深いよ、あれ。あれ山ん中であれケツ出すってとね、漁師に撃たれるよ、あれは。またその隣のやつは太ってるね。あれなんとかなんないのかよ、ああいうのはさ。国でも考えた方がいいんだよ。太ってるやつのね、ああいう油からね、何かこう燃料をこう抽出するとかね。そうしたらね、大手振って太ってられるんだよ。ちゃんとね、役場の方に届けるんだね、死亡届なんてんでね。もう自分で言ってて嫌になってくるな、こんなのな。やだやだ、男は。あ、男、もうや、もう男湯閉鎖、もうね、完全に閉鎖しちゃう、ね、女湯専門のね、お湯屋さんにするよ、ね、女湯専門ってことになるとね、私におかぼれをするような女が出てくるね。ね、まあどんな女の人がいいかってとね、それはね、あんまり若い子だっていいけど、若い子はね、別れる時に死ぬの生きるのってことになるからね、やっぱりね、色は豊島にとどめさすってからね、27、8、30でごか、おくつな豊島でね、まああのあれだよ、どっかのね、お囲い物2号さんあたりがいいね。そういうね、粋な女の人が岩田がけでね、頬の下駄かなんか突っかけてね、来るよ、カラコン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 ね、そうするとね、後ろからバーヤなんていうのがね、桶を担いでこうやってやってくるよ、ぎっくりバッタン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 ね。で二人でここへ入ってくるね、私の顔を見ながらね、スーッと通り過ぎようとするから、いらっしゃいませなんてことを言うとね、スーッと向こうの方に行ってね、こっちを見ながらね、二人でもってね、はい、今度来たバンダイのあの方、随分と若くていい男ね。でもね、お姉さん、あの方顔に剣がありますわよ。剣がある、剣があるのはよくないね。剣だとかピストルってのは銃刀法違反になるからね。そらそういう時にはね、お姉さん、よかったらこの肌に優しい薬用石鹸お使いになりませんか、なんてこと言って差し出す。そうすると女の方で、あら、ありがとうございます、随分とご親切ですね、どうぞ今度うちに遊びにいらしてくださいな、なんてことを言ってね、ちょうどころを教えてくれるんだけどさ、すぐに行くてえな、これ野暮の骨頂だよ、しばらく置いてからね、何気なくその家の前を通りやがるね、粋な黒部みこしの松でね、さっきのバー屋さんがね、外でもって掃除をしているって言うとね、私がそこに通りかかるんだね。そうすると、あらまあ、おぶやの兄さんじゃございませんの、おぶやの兄さん、姉さん、おぶやの兄さんが来たわよ、おぶやの兄さんがお見えになりましたわよ、なんてと女の方はね、もう恋焦がれてるもんだからね、もう泳ぐようにして出てくるね。まあおぶやの兄さん、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 今日はどうなさったんですの。今日は釜が壊れて早じまい。あ、色っぽくないね、もうちょっとなんとか言えないか。あ、そうだ、死んだおふくろの墓参り。あ、これいいね、死んだおふくろの墓参り、まあ感心ですこと。おふくろ生きてんだよな、まだな。まあいいや、ね、この際だからね、殺しちゃえね、おふくろの墓参りでございます。まあそうですの、じゃあどうぞあのお家、せっかくいらしたんですから上がっていらしてください。いやいや、そういうわけにはいきません、そんなこと言わないで、上がってってください。いや、そういうわけに言いません、上がってください、上がってください、まあお上がりください、お上がり、お上がり、お上がり、おい番台見てみろあれ、一人でもって手持ってお上がり、お上がりちゃってあいつ、こんなとこで洗ってる場合じゃねえよ、ちょっと面白いから見てやろうじゃねえかな、あいつね。上に上がるってえとね、酒魚なんてものが用意されるんだよ。ね、一本のお調子に二つの杯なんてのは、こんな野暮だね。一つの杯でさ、真ん中に配線を置いて、これでもってね、やったり取ったりしながら配線をゆすいで、はいどうぞご返杯ってやつだね。そのうちに女の方がね、方がほんのり桜色になってくるってえとね、ドキッとするようなことを言うよ。お兄さん、今のお杯、私ゆすがなかったんですけど、ご存知、ご存知なんてこと言えるんだ、弱ったな、弱ってるよあいつは。何やってんだろうね、あれ。それからまあね、しばらく飲んでるんだけどね、あんまり飲みすぎちゃいけねえんだよな、早いとこ帰らねえってとね、あ、この人は飲ませるってと長っちりだなんて思われるといけない。でもね、これで帰るのはもったいないね。そう、雨に降ってもらおう、やらずの雨ってやつだよね。ひとひと降っていた雨がザーッと降り出すよ、ザー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 、バンダイに雨降らしてるあいつ、神にでもなったつもりかな、あれ。
何やってんだろうね。そのうちにね、え、雨だけじゃいけないよ、ね、別所温泉あたりで発生した雷がね、ゴロ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 言い出すよ、ね、ゴロ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 言ってくるって、女の方がね、雷怖いもんだから、まあ起きよ、ね、かやつってちょうだい、かやつってちょうだい、なんてことを言うね、かやつられるってと中に二人で入るね、そうなるってと雷もね、せっかくだから近くに落ちてもらおうじゃねえかな、カリ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 って言った、カリカリ言ってた雷が近くにドスーン、バンダイから落っこったよあいつ。バカだね、カリ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 上がってくよ、こいつ変な野郎だね。さあ女の方はね、もう雷でもって目回しちゃうんだね、だから配線の水を含ましてこう、あげようと思うんだけど、口を平穏地に結んじまってね、これは飲ますことはできないから仕方がないから、これはね、口に水を含んで口から口の口移し、マウス2マウス。こうすると女の方は起きるね。さあこれ一番いいところだから、これ芝居仕立てでやりたいね。起きが疲れましたか。今の水のうまかったこと、今の水がうめえと、雷様は怖けれど二人にとっては結びの神、そんなら今のはそらじゃくか、嬉しゅうござんす番頭さん。このバカ、あいててて、あいあいあい、なんすか乱暴な、乱暴なじゃねえこっちしょ、なんすか、あった、え、顔が血だらけですよ、おめえのせいだよ、私何にもしませんよ、冗談じゃねえ、おめえがバカなことばかりやってるから、それに見とれて軽石で鼻の頭こすっちゃったんだよ。冗談言っちゃいけない、おなじみのイヤマンというお笑いでございました。どうもありがとうございました。ちょっと、まあ、ここの近くのお風呂の倉庫として使ってた建物を今お借りしてるんですけど、そこをまずお借りするときに、あの竹の湯さんが持ち主だっていうのも知らずにまず訪ねてったんですけど、はいはいはい、まあ、それで大家さんとつながることができて、はい、です。なるほどなるほど、はい、で見せていただいたんです。そうですね、うん、どうですか、初めて見た時は。あ、すごい感動しました。向こう側から入らせていただいたんですけど、はいはいはい、白いこの天井とお風呂、銭湯ってよく富士山とか書いてあるイメージですけど、はいはいはい、そうじゃなくて本当美術館みたいな空間だなと思って、吹き抜けがあって、でタイルも全部一つ一つこだわりがある感じで、あの使ってあるので、はい。そしてその寄せっていうかやろうと思ったんですよ。あ、なんでそのあれですね、その記事を見て。それはどれですか。これですか。はい、これですね。あ、これを見てこれだと思ったわけですね。こういう、ここでこういう、ね、今有名になってる李翔さんが来ていただいてやってたんだなっていうので、はい、うん、今日やってみての感想はどうですかね。あ、今日やってみて、やっぱり、うん、まあ、たくさん来ていただいてよかったなっていう感じです、はい、今は。そうですか。ぜひあのまた第3弾になるんですかね。そうですね、はい、やるように頑張っていただきたいと思います。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、みんなにこう意見を聞きながら、最近あの、うん、あの トコトコとか、はいはい、あの私も聞いたらロッピーとかやってるっていうんで、はいはい、まあ、ここら辺のこう町の活性化に古い銭湯の跡があるっていうようなことで、はいはい、まあ、誰かうまく使ってくれる人がいたら、ぜひ使ってもらいたいなと思ってます。